ってきませんでした？特に。なんでこんな夜中にか。言えません。じゃあ、こっち。京都、ここにいました。はぁ、今日からクラスの副社員役の新田先生です。私のことなんてどうでもいいんだ。このまま進むとどうなると。19で走る電車間を意識が持つ時に、そしたら悲惨だよな。そうなんですよ。先生、あの時どう思ってたの？君も誰かに襲われてひどい気がして、心配でどうにかなりそうだったんだから、真っ白になって先生のことばっかり考えてて。すいません。俺はお前のことがどうしようもなく好きなんだよ。私もそうなんだよ。どうしてけ、お前も。先生って呼ぶな。